今食べたのはこういうやつ。どこに売ってんの俺これ。そこのスーパーに売ってる。はい、さゆなさんこんにちは。はい、本日皆さん僕一人スタートということで、本日周りにドッキリをしていきます。本日はですね、宗教ドッキリになります。ってことで本日の企画、味噌汁だと伝えて豚汁を飲ましたらイスラム教の兄はどうするのかよ。じゃじゃーん、豚汁でございます。イスラム教のイペック・エネスが豚汁のパッケージを手に持っている。これは間違いなく国際問題に発展するかもしれないので、今すぐに手から離します。はい、ということでですね、本日はこちらの豚汁を僕のお兄ちゃんのイペック・エムレに飲ましたいと思います。もちろん豚汁だとは伝えませんよ。兄はね、豚汁を飲んでいることに気づかずに豚汁を飲むことになってしまうんですよ。じゃじゃーん、味噌汁でございます。こちらはですね、イスラム教のイペック・エネス、僕も飲める味噌汁になっておりまして、大好きなんですよ。日本の味噌汁大好きなんですよ。定食屋とか本当に大好きで、最近松屋とかもさ、牛丼頼むと味噌汁ついてくるじゃん。あれが大好きなんですよ。エムレもね、味噌汁は大好きなんですけど、家ではね、なかなか僕ら食べないんですよ。てか感動したんですよね。日本のスーパーやコンビニに、こんななんか一食分の味噌汁が売ってること僕知らなかったので、マジで驚きました。こんなのだってさ、これをちぎって入れて、ネギを入れてお湯を入れたら味噌汁が家で簡単に飲めちゃうんでしょ。これは感動しましたよ。兄は家で味噌汁を飲んだことがないんですよ。つまり家で飲む味噌汁の味がいまいちわからないわけなんですよ。なので豚汁を飲ませても兄は気づかないと思うんですよ。兄は今どこにいるのかというと、まもなくお家に帰ってきます。兄が帰ったら僕らは一緒にここで YouTube 撮影をするんですけど、撮影する前にちょっと体温めようぜ、ちょっと味噌汁飲もうぜみたいな感じで、味噌汁作ったから、はいどうぞお兄ちゃんみたいな感じで兄に味噌汁を渡します。いいえ、ごめんなさい、豚汁を渡します。自分がね、豚汁を美味しくいただいたことに気づいたら、兄はどんな反応するのか皆さんと一緒に見ていこうと思います。はい、決定でー、ドッキリ大成功。今のはね、視聴者への皆様へのドッキリでした。いつもと同じように、もちろんね、この豚汁は兄には飲ませません。どうするのかというと、普通に2人とも味噌汁をいただきます。こちらの豚汁のパッケージをすぐそばに置いて、兄が飲み終わった後に、あ、ちなみにパッケージこんなやつだから、明日からお前自分でも買って飲めよみたいな感じで伝えるんですよ。兄はこのパッケージを見たら発狂するわけなんですよ。それでは皆さん、イスラム教の兄に豚汁を飲ましたらどんな反応するのか、皆さんと一緒に見ていきましょう。おかえり。初の夜も。田中、おかえりなさいませ。もう準備してるからパパッと取っちゃおうぜ。もうすぐやんの、ちょっとさ、遊ぼうよ。遊ぶ時間なんてね。マリカしよう、マリカ。マリカなんかしません。味噌汁の間ね。いや、今帰ってきたばっかなの。いや、今日寒いじゃん、ちょっと体温めようぜ。寒くねえ、普通に温こうって。いや、でも味噌汁飲んで温めたいじゃん。外に出たくないって、もう今帰ってきたばっかなの、見て。いや、外に出なくても飲めるよ。どうやって？俺買ってきたんだよ。インスタントが嫌だよ、インスタント飲まねえ、まずそう。いや、インスタントっていうか、俺一回ね、昨日の夜飲んだんだけど、コンビニとかスーパーに売ってるの、こういう一食サイズみたいな、味噌を入れてお湯を入れるだけ。いや、持ってこい。いや、マジうまいから、これ持ってこい。じゃあ、外に行くかと思った俺。マジ家ならいいよ。今の時代、外に行かなくても味噌汁は飲めるんだぞ。エムレ、白と黒どっちがいい？どう見ても俺白だけど、でも服は逆を言ってるな。今日の服なんで珍しいな、お前。なんでお前白なんだよ。いや、お前が黒着るから俺白しか着れなくなった。すげえよ、お前。俺の場所にお前白もなかったから無理やり黒着ちゃったんで、お前かっぱらったな。あ、アンディだ。お前にさ、いつから女になったね。おまわりさん、お前よく混ぜろよ。わかりました。いや、でもこれ混ざってるよ、もう。いや、混ぜた分だけ美味しくなるの、味噌汁。いや、なんか名言出せない、ふざけんな。今日、まだあと3本ぐらい撮影残ってる。本当に、吐くよ。とりあえず、パパッと食いましょうか。いただきまーす。やべ、待って、それで初めてなんだけど、家で味噌汁、いただきます。どう？初めてだよな、俺ら、インスタント味噌汁って。硬い。なんか、硬め？まずい？でも俺美味しいと思って。いや、水入れすぎなんだ、分かった。それか、お皿はこれあったかいけど、実際なんかそんな熱くない。だから多分溶き切ってないんだよ。お前、ヘタッピ。うん。このネギみたいなやつがちょっと硬いけど、汁的には美味しい。でも一つ、なんていうの、クレーム出すなら、うん。ちょっと、お水入れすぎです。まあごめんなさい、ちょっと薄かったね。
早くお前流し込めよお前。そんなチメ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 食べて俺が飲ましてやろうか。ああ飲め飲め。そう、男っていうのはこうやって飲むんだよ味噌汁。やめろお前、飲もうとしてんよお前。してなんかダメだよアホ。どうすんだよお前ボケって言ったら。最初にちょっと味噌汁を飲んでたみたいな感じでオープニング始めよう。まあとりあえず回すよ。はい、行きまーす。はい、回しました。カメラオン。おぉ、いい飲みっぷりだ。わぁじゃ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 わぁ、完食おめでとう。味噌汁完食して脳味噌フル回転。お前さ、もう定食屋とか行かなくても自宅で味噌汁飲めるんだよ。自宅で味噌汁。明日から朝食とかでお前これ食えよ。なんかゼロ。でも朝食で食うのは多分美味しいね。なんか今さ、夕方ぐらいだからさ、なんていうの、結構体も温まってるからさ、でもなんか朝食べると美味しそうじゃない、わかる。なんか最近朝冷え込むじゃん。言えてる体に味噌汁。今食べたのはこういうやつ。どこに売ってんのこれ。これそこのスーパーに売ってる。待って、うまくね。ほら、生味噌合わせ味噌汁みたいな。どうしたの味噌汁で。分かったよ。あ、何のこの感じで言うじゃない。豚汁。豚汁じゃねえよ。何これ。まあ豚汁だけど、これ名前ってだけでしょ。きつねうどん。なわけねえだろ。おー見ろ。いや、きつねうどんだってきつね入ってないだろ。それは後ろ見ればね、きつねって書いてないから。でもこれは豚汁に対して見て、後ろにもね、ほら、豚肉。ああ。見え、豚肉。やべ、そこ読んでなかった。え、俺ら今豚汁飲んだってこと。思いっきり豚肉って書いてある。当たり前だろお前。豚汁飲んでお前豚汁飲まないわけねえだろ。豚汁飲んだら豚汁飲んだってことになるだろ、青タレ。でもお前これ嘘だろ。いつものように嘘だろこれ。結局俺が飲んだのは違うんだろ。やめろよ、見たくない、中見たくないよ。入ってないよな。あえ、今回はガチでこれ全部さっき、あガチでみんなにあげたんだ。これはガチで俺らだけの秘密で吐くの。わざとやってんだろ。言うに決まってる。わざとだろ。吐いてってねで、ガチ痛い。豚汁を飲まない。でも開いてんじゃねえかよ。いや、開いてるけど、これはただの殻です。本当はですね、味噌汁を入れただけで、こちらはフェイクでございます。どっからゲットしたん？お前、これどっからゲットしたん？お前、自分で買ってきたんだろ、この手で。まあ、スーパーで、80円ぐらいで売ってるんで、ちょっとフェイク用として買ってきました。お前を騙すために。はい、ってことで、さ、これは聞いてたんで、こういうことちゃんとどうぞ、よしよしよし。よしよしよし。よしよしよし。まあ。おいおい。俺、ちょっとカメラさっき回しちゃったやん、一回、うん、とりあえず回しとこうみたいな、うん、俺は何もあれねえ。俺今日何もしねえから。俺はね、撮影前に食ってね、ね、バカみたいに喋っただけ。でも、カメラ回しちゃったからドッキリとか言ったけど、みんなね、見てたんだよ、さっき。だから、これフェイクとか言ったけど、うん、フェイクなわけねえだろ、相手ほら、後も残ってんだから。普通に俺、マジでこの漢字読めなくてさ、実は。なわけねえだろ、お前、小学何年生だよ、お前、バカ野郎。だから俺が豚汁食ったことになったんだよ、ガチで。ふざけるな。みんなには言うなよ、お前。みんなにだけは言うなよ。リベック入れそう、頭が悪い。お前どうすんだよ、俺ら豚肉食ったじゃねえかよ。まあ、みんなには言うな、お前。あ、みんなには言うなじゃない、みんな見てるからまだ。え、自分でやったことをお前忘れるな。自分でお前バカに回してきただろ、お前。俺の黒い服、お前黒ずいてるおじとか言っただろ、青タレがバカタレが。お前隠せよ、お前早く。隠すっすねえ、こういう時お前はこちらを殴るんで。お前これどうすんだよ、お前まだみんな見てるよ。壊してやるか、しょうがねえな。俺悪くねえのに、なんで俺まで炎上しねえといけねえんだよ。お前これどうすんだよ。何炎上、早く言え。お前これ豚汁炎上だ。豚汁炎上だよ。